ものづくりなどを体験できるイベント、ホリデーイン前橋が開かれ、家族連れが夏休みのひとときを楽しみました。ホリデーイン前橋は、子どもたちにさまざまな体験をして夏休みの思い出を作ってもらおうと、民間企業などで作る実行委員会が開いているもので、今回が50回目です。会場にはおよそ30のワークショップや体験ブースが並びました。木工の体験コーナーでは、子どもたちが木の表面を磨いたり、色を塗ったりしてキーホルダーやメダル作りに真剣な表情で取り組んでいました。また、狩猟について紹介するこちらのコーナーは、使用済みの散弾銃の弾を使ったキーホルダーや写真立てのプレゼント、それに射的があり、子どもたちの人気を集めていました。そして今回でホリデーイン前橋が50回目を迎えたことを記念して、これまでの歴史を写真や年表で振り返る展示や、10年後の自分に宛てて手紙やイラストを書くタイムカプセルも企画されました。会場は多くの家族連れでにぎわい、残りわずかとなった夏休みの1日を楽しんでいました。キーホルダーを作ったりとか、うちわを作ったり色塗ったりすることが楽しかった。リースや竹とんぼ作ったりしました。ここの節のとこがポイントです。リースや封筒を作りました。また行きたいです。